ドゲームタッグバトル。勝ちましたね。はい。いやでも喉が渇きすぎてちょっとあんま声出せない。いやもうめっちゃ緊張しました。最後の方ちょうど触ってた時なんで内容を把握してるんでマジで運が良かったと思います。いやお前強いな。え？お前強いな。あマジで。うん。え強いね。なんかね。本当。マジで。いやさ一個聞きたいのさ、パルムの知識あった？うん。めちゃめちゃ知ってた。あマジで？うん。ラムディフィールドその存在分かってた。分かってた。あそういうことね。まあ知ってて本当良かったなって感じですか。ということでついにファイナルまで来ました。はい。はい、とりあえず来れてよかったです。そうね本当。いやありがとうございます。全然。獲得ゴールデンカード35万円分となりました。そうです。まずですねファイナル行かれる方どちらでしょうか。いいの、はい、じゃあ僕行きます。パクさん当初から一応兄が絶好調だったら考えてたんですけど、まあ僕が行こうかなと。調子も見てね。はい。ファイナルステージに挑むのはパーク、そしてエクストリームカードのありなしはどうしましょうか。もちろんあり。おお。チーム白池はエクストリームカードありでのバトルを選択。勝てばでちょうど70万ということで、はい、意気込みいいですか。ここまで来たら勝ちたいですね。いや、いけるよ。いや、まあ、いや一番強いデッキ出して今から使うデッキは。そんなパークが使用するデッキはシャック、装備役です。エクストリームカードでターンを終わらせられたりするのを含めて2回フィニッシュプログラムに組めるデッキだったらやはり装備役なんじゃないかということで選びました。レンドとしてはどうですか。装備役エクストリームカードをちょっと兄に想定してもらってそれでプレイするっていうのをいっぱいやってきたんでそれも引かせていただくと思います。そして賞金70万円をかけて挑むバトルファイナルステージ。今回立ちはだかるガーディアンは勝負ってのは勝つ時もあれば負ける時もあるけど今日は勝つ時だ。緑のガーディアン薄井武史。今回のファイナルデッキに関しては絶対にこれを使いたいと思う理想のデッキを持ってきました。こちら極愛ゼッター。このデッキです。ゼッターのデッキは過去に岩沢さんがもうすでに使ってはいるんですけども厳しい言い方をするのであれば僕から見たらあのゼッターはまだまだ究極ではありません。ノーマルゼッターです。今回新たなカードを付け加えたことによって究極の究極たる究極へのデッキに仕上がりました。今回追加されたこちらのアルティメット無限ドラゴンマックスター、攻防一体のアルティメット、相手にとってはアビ共感の地獄絵図がですねこのマックスターによって繰り広げられた。本来のアルティメットのデッキでしたら一度降臨してしまって降臨時効果を発揮しソウルコアをトラッシュに行ってしまうので降臨時効果は一度しか発揮しないんですね。ただ降臨した時にアルティメットトリガーが発揮します。そしてヒットするとゼッターの効果で回復そしてソウルコアが戻ってくる。つまりもう一度降臨をすることができる。そしてこのアルティメットマックスターに乗るのはもう一度このアルティメット無限ドラゴンマックスターが降臨をする。2回降臨。一旦連続で2度刺す。薄井武史のマックスターは2度刺す。
ぱいあるんだ。よし。おお。本当に来るじゃない。じゃあな。はい。よし。行きましょう。行ってこい。はい。頑張れー。兄弟ならではのそのなんか競争心というか、まあこいつに勝ちたいって気持ちが生まれやすいのは兄弟かなっていうのがありますね。ワトスピがリリースした当初、15年前、小学校2年生と保育園児の時からワトスピと共に歩んでまいりました。あの人なかったらまあ今別にそのワトスピミッションやってないんじゃないかなっていうぐらいには存在ではある。なかったって決まりました。ありがとうございます。はい、ではナイフでいきます。ナイフで決まりました。ありがとうございました。何もないです。やはりない。決まりました。ありがとうございました。ここまで続けてこれたのはおばあちゃんのおかげ。おばあちゃんのおかげ。エアコンをね、変えたい。何十年と使っているエアコンになりますので、かなり老朽化が進んでおりまして。初めて聞いてびっくりしてます。実現したらいいね。あとマップカード言いながら毎回買って買ってくれましたね。フラッシュはある。こちらのフラッシュはありません。はい、こちらもないです。はい、ではライフでいきます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ライフのここに行こう。ボイルに行きます。声が枯れかけてる。はい、ページなので、はい、決まりました。決まりました。ありがとうございました。ありがとうございました。緊張する場だと思うんですよ、結構。そういう場でやっぱ明るい人間がいるっていうのは緊張ほぐれるっていうのにもなると思うから、絶対に70万獲得して白池に帰るぞ。勝てば賞金70万円、負ければ賞金はゼロ。代表者により一発勝負。それでは参りましょう。エクストリームゲームタッグバトルファイナルステージ。先攻白池パークさん、後攻緑のガーディアン薄井たけし。ゲートオープン、開放。お願いします。どうぞ。さあファイナルステージ、はい、ソーハ VS 曲契約デッキ。はい、薄井さんがじゃんけんに勝って後攻を選んだそうです。なるほど。ストリームドローしましょう。はい、3枚出します。さあ先攻ストリームドロースタートです。カシスメリット、はい、はい、はい、で何もせず N ス、はい、ステップ。スタートコア、ドローステップ、リフレッシュステップ。なので緑のガーディアンとしてはもう序盤に何点取りに行けるか、はい、ここですよね。召喚します。かなり足が速いように構成されてますので、ゼッターでアタック、はい、カウント2をしてゼッターでアタック、このスピードいきます。カウントにフラッシュないです。こちらもないです。じゃあ1点ライフでいきます。ケージはないです、はい、ではエンドステップ、ターンエンド。はい、じゃあちょっとターンもらいます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、ジャミーステップ、はい、で、ミコストで、はい、相棒ダメシャックを召喚します。総契約も特性上どうしてもシャックでアタックせざるを得なくて、そうなった場合ブロッカーいなくてガラキになるんですよね。ミコストで、はい、ノレーサー召喚します。ノレーサー召喚時刻は使いたいです。はい、でこれコアもカツカツまで使ってしまいますので、これで絶好標準をなんとか手札の中に入れておきたいですよね。はい、マラさん、マラさん水、はい、深海都市をマラさん水をで、この効果でソーハを持つカードを発揮したので自分のカウントをプラスにします。そう、序盤シャックから入らなかったのはどう出ますかね。はい、じゃあ契約を、はい、ヒョモンパンサー。すげえな、こいつ攻めるな、ほんと。では、降臨時を使いたいです。はい、どうぞ。はい、では
2枚ドローして、ガーディアンはバーストをちょっと置けなかったので、はい、この辺どう出ますかね。はい、分かりました。はい、うん、海牛を吐き、制限カードを吐きして、はい、祈りさん、はい、こうします。これでアタックステップに入ります。はい、4バーストでアタックでシャックの効果から使います。はい、ドローすると2枚ドローで1枚捨てます。じゃあ、ケニキシャックです。はい、ケニキシャックを発信して、オーバーカウントしてるので、ヒモンパーサーの効果使います。さあ、まだまだ環境トップにいるソーハーではありますが、はい、やはり対策もかなり今取られている状態ですよね。はい、そうですね。マーラサーミズ深海都市、オーバーカウント効果でマーラサーミズ深海都市を配置しました。手札は今5枚、ちょうど5枚ちょっと見ないな。はい、こちらもないです。で、はい、ではライフで受けます。停止があれば、はい、ないです。こちらもないので、はい、ターン終了でいただきます。では、はい、スタートステップ、スタートコア、ノロステップ、このターンですよ。リフレッシュステップ、この2段目がかなりメインに入ります。勝敗の分かれ目になります。なるほど。では3コストでアレックスロロ配置します。アレックスロロ、両面のカードがないので3枚、俺も考えましたね。はい、2枚、これでトラッシュに落としたカードのうち1枚、どれでも回収することができます。ゲントラゴンコズも強い。この中のカード1枚手札に加えることができるので、はい、アルティメットドラゴン、コズも手札に加えます。うん、4コストの降臨ないのいいな。1コストで、これは強いな。これで、召喚します。はい、最初のカードが出たのでアレックスロロコアチャージします。はい、なんならこれで無限ドラゴンコズも含めると、そしてトリガーまで決まるっていう想定でいくならば、もう4点リーサル取れてますね。4点取れる。コストで、はい、ミラージュセット、自分の負担フラッシュ、自分のこのミラージュを破棄します。はい、なるほど。ここでも破棄することで自分のカウントをプラス1、このことだけ相手のスピットのコア1個をリザーブに置きます。はい、わかります。ここでもう消滅をさせてきましたか。はい、ではアタックステップに入ります。ゼッターでアタックします。はい、アタック時にカウントにしてムードガルホワイトを、自分のアルティメットに置きます。さあ、ここはもう絶好標準がないと、はい、フラッシュないです。最後まで行ってしまう可能性はありますが、フラッシュありません。はい、では行って、さあ、手札にあるか。ステージ特にないです。はい、ない、特にないし。ゼッターでアタックします。はい、アタック時にカウントプラスにして、あ、ここも行きましたか。ここも自分のスピードに置きます。はい、さあ、しかしこれでカウントが7です。7、フラッシュないです。こちらもフラッシュありません。はい、なのでマックスターを降臨したとしてもライフバーまではありません。ではタックステップ届きませんでしたね。ということは無限ドラゴンコズモを受けで使うということですか。今攻め、もし攻めで使っててトリガー決まったらっていうのはありますが、確かにそれはギャンブルではありますからね。そうですね、トリガー決まらなかったら回復できませんし、はい、よりかん、あん、まあ、完全な勝ち方というんであれば、ね、これが正解でしょうか。配置時効果を使います。はい、自分のカウントプラスにして7以上ならプラッシュにする子は置くんですけど、6、ね、7、はい、ないです。じゃあ2コスト、2枚、まあ、シャックが出ました。ライバーザのシャック、うん、2枚目のシャック、これ1枚だけだと迎撃されますが、はい、その後何か降臨すれば、ガブシャカ、ケニシャカはあるはず。アタックステップの降臨でも、今ざましくて、アタックステップ、アタック時効果使います。はい、カットプラスにして、さあ、これで、はい、1枚捨てます。フィニッシュプランが組める体制が整いました。2点になってしまった。はい、ここが、はい、これでフラッシュあれば、こちらフラッシュないです。フラッシュで、はい、ダブルシャック、はい、契約降臨します。フラッシュが合いましたら、これで今コストが上がってる状態ですね。そうですね、はい、さあ、しかしここでガブルシャック4コスト、はい、こちらのフラッシュないです。さあ、まずはフラッシュない、フラッシュない、ちょっと待ってください。迷うよな、こんなすごい選択迫られるもん、えぐいな。さあ、ケニキシャック、はい、決めに行くか、ここはソルコ、トラシのソルコ、コンスプランコで重ねます。はい、これに自己活書いてます。うん、こう、どうぞ。はい、では、新聞2つ以上の自分スプレスで、はい、させます。この効果で回復した時に、このターン間、
一旦ここのタックステップは終了できないです。はい、タックステップを終了できないんですね。はい、うん、できればこの段階でエクストリームカードを使用させて次なんとかしのいで、そうですね、また別のリーサルを組みに行きたいところではあります。はい、こちらのフラッシュは、ないです。これにしろ、これにしろ、ここにしていいと思う。ありました。ではそのアタックライフでいきます。燃焼時効果は特にないです。アタックした場合はもう破壊まで見える。はい、急にしちゃって、その後もう一回何か乗るかどうかですよね。はい、アタックします。はい、じゃあ一番下の効果から使います。はい、コンプレスの2枚。はい、あとで1枚捨てます。はい、もう1枚ガブルシャック持ってるかどうかが勝敗の分かれ目になりますか。はい、そうですね。でガブルシャックも、はい、効果使います。はい、コスト合計15枚で相手のスピード好きなだけ破壊する。この効果防げないということなので破壊しません。しません。はい、はい、うん、それが正解かもしれません。それ以外は大丈夫ですか。大丈夫です。はい、では5コストで、降臨します。5コストしながらさあマックスター、アルティメット無限ドラゴンマックスターを降臨させます。はい、うん、やば。では降臨時トリガーが発揮します。2枚、ヒット、ダブルヒット。ヒットした時に、シンボル2つ以下の相手のスピリットアルティメット1体を破壊します。でダブルヒットした時に、この効果は相手の効果では防げず、破壊したスピリットの効果は発揮させません。はい、で、ヒットしたので回復させます。こちらの、ゼッタの効果で回復させます。はい、でこの効果は消滅で破壊します。はい、さあ破壊した。ソウルコアも帰ってきています。はい、押します。はい、消滅します。ここでガブルシャックがあれば、はい、シンボルは1つです。シンボルは1つです。ガブルシャックがあればエクストリームカード使用まで見えるかってどういうことですか。はい、さあ手札にあるのかどうか。フラッシュはないです。なかった。このエンドステップで終了。はい、いただきます。さあここは見事にマックスターが落ちたカード次第ですが、はい、決まる可能性は大いにあります。では、アタックステップに入ります。アルティメット無限ドラゴンマックスターでアタック。ゼッターの下の効果から、やっていってカウントプラス2して無限から怖い1個このスピリット。さあ、その後カウント9ですか。マックスターの効果でダブルカウントトリガー、はい、2枚です。コスト合計が12であれば、はい、2ヒット。2枚ヒット、はい、3。なるほど、これ合計5点は、1点も取れません。効果ないです、うん、普通のシンボルアタックに、ゼッタの効果で、はい、なっております。はい、回復はできますが、はい、フラッシュタイミングどうぞ。1点ですね。フラッシュタイミングで、はい、あるかゼロの衝撃を。おっとここで4コストで、4コストでゼロの衝撃を終了します。フラッシュを終了します。はい、うん、ではフラッシュタイミングいただきます。はい、降臨します。もう1枚、アルティメットドラゴンマックスター、もう一度降臨します。はい、降臨した時のダブルカウントトリガー、はい、2枚シロハ、これガードですね。パラオンがめくれました。7ヒットです。1点、あーこれは届いてしまう。あーマジか。はい、なるほど。フラッシュです。さあもう一枚防御札を打たなければいけなくなりましたが、フラッシュカードを立てれるのか。リミテッドバリアなどあれば耐えられないです。ない、です。決まりました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。勝利したのは緑のガーディアン、薄井さん。ありがとうございます。さあということでファイナルステージの獲得ならずということでございました。パークさん負けてしまいましたが、はい、いかがでしたか。そうですね。最初の方にゼッター2体でライフ2点まで持ってかれたのが本当に痛かったっていうのと、何よりエクストリームカードを開くことすらできなかったのが非常に残念ですね。さあ薄井さん、はい、エクストリームカード使わずということでしたね。そうですね。基本的に2枚目のゼッターが見えた時にやっぱりあのゼッターを横に並べて殴っていくのが、このデッキにとってはすごく強い、効果だったので、基本的にやっぱり対戦相手に先に、降臨使わせるまではゼッターで殴りに行こうっていうのはもう決めてましたね。はい、木山さんいかがでしたか。はい、まあ、薄井さんの言った通りですが、おそらく描いていた通り、序盤でなんとかライフを3点取り、相手のライフ2点の状態を作り上げれば、はい、まあ
エクストリームカードもありますし、ほぼこれは勝てるだろうという安心感もあったと思います、はい、なのでそこへ序盤に持っていけたので、はい、まあ、お見事でしたというところでした、はい、さあ二宮さんいかがでしたか。はい、対戦相手誰が来るのかとか予想してやっぱここまでデッキ練り上げてきたと思いますし、やっぱそれがその努力の結果が今こうオフィシャル超えてファイナルステージちゃんと戦っていい勝負ができた証拠だと思いますので、これからも引き続きバトルスピリッツ頑張っていただけたらなと思います。リベンジお待ちしております。はい、ありがとうございました、はい、ということで白井家のタッグバトルの挑戦は獲得賞金ゼロという結果になってしまいました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。率直に戦ってみていかがでしたか。いや、楽しかったよね。ドスピ楽しいですね、本当に。まあ、負けてしまったのでね、まあ、東京観光しましょうと二人でこういうことを勝手に、まあ、バトルもしますし、まあ、今からそれをね、忘れて、ちょっと忘れて、うん、遊びにも行くかと。はい、そうですね、はい、いや、マジで悔しいな。なかなかここまでの緊張感を何時間も味わい続けるってないから、うん、本当にありがとうございました。白井家ファイナルステージ敗退で獲得賞金はゼロ。前回究極の神聖デッキを巧妙に操った岩井さんは、アルティメットトリガーロックオンロックオンロックオン、アルティメットトリガーを3発中3ヒットさせ、薄井さんの盤面をさら地に追い込んだ。残りライフは1対2。今夜ついに決着がつく。これはエクゲ AD とハライチ岩井、仮面女子月のモアで番組名物となるコーナーを作り上げる企画です。この名もバトルスピリチュアルのお時間です。いただきます。さあ今週も大塚の勝手に喋っていきたいと思います。先週の続きで薄井さんのターン7ターン目からのスタートですね。アタック時に自分のカウントをプラス1、その後自分はデッキから1枚ドローできる。フラッシュ、はい、フラッシュあるみたいですね。アルティメットクロスラッシュ、一番 BP1 万以下のアイテムスピードアルティメット1体半壊です。はい、また薄井さんの盤面がさら地になっちゃいました。破壊されます。はい、まさかのこれ薄井さん打点なくなっちゃいましたね、ライフ削れないです。フラッシュがあるかないかないです。よし、あ、フラッシュがない。ターンエンド、岩井さんのターンに移りました。スタートステップ、はい、これ岩井さん大チャンスですね。岩井さん頼みますよ。で岩井さんが2点作れて、薄井さんがフラッシュ何もなければ、はい、バトスピってそんなに楽なゲームじゃないんですよ。先端ブケファルス、薄井さんが何かやってますね。まずは並ぶことは、岩井さんは着々とスピリットを並べてきてますね。プラス1、その後自分はデッキから2ドローした後2枚破棄。すみません、これアルティメットがいたら2ドロー1枚破棄じゃなくて3ドロー2枚破棄が正しいですね。ごめんなさい。ゼロベース。ああ、3打点分並びましたよ。アロキン。点数的には単純に言うと今3打点あります。3打点ありますね。並びましたね。昨日かな。アタック来るのかな。あれ。え、まだ。まだ並ぶ。まだ並ぶ。あって。これは。これは。これは一体。わ。おこいつ。わあ、4打点目来ましたよ。これ。4体も並んだんですけど、すごいですね。待ってこれ薄井さん大丈夫か。続いてよ。おっとヒットするか。アルティメットリーンマキナでアタック。アルティメット、はい、あ、またアルティメットトリガーきますね。2ですね。
アルティメットトリガーロックオン。いきます。はい、2コストだ。これはガードですね。ガードガードガード。びっくりした。ヒットかと思って。ちょっと待って、こんなの仕込みなしで心臓に悪いんですけど。ちょっと、しょらないといけないので、では2コストで。あ、ここはフラッシュがありましたね。BP3000 以下の相手のスピード1体か、BP5000 以下の相手のアルティメット1体を破壊できるので。破壊されちゃいますね。3000のそのアルティメットを破壊しましょう。はいはい、フラッシュを開始します。はい、フラッシュございません。こちらもございません。はい、これはバトルはなかったことになりましたね。こちらのフラッシュは、あ、これであるか？ありません。あ、ない。あ、まあ引きこちらもないです。ないですか？はい、ライフで。うすいさんのライフが1。同じ立場になります。同じフィールドですよ。センバ、ブケファロスで。これであるか？くそ、くそ。くそー、うわー、フラッシュありません。あー、ない。こちらもないです。ライフで受けなきゃ。もう岩井さんが勝ちました。すごい。勝ったのは岩井さんでした。やった。いやー、バトスピをとにかく見てただけあった。いや、このやっぱコズモがね、そうですね、いっぱい並んだんですけど、スピリット、はい、ことごとく破壊していくっていうのが、うん、やっぱりこのアルティメットデッキの強いところでしたね。はい、最初にこいつが乗ったらでかかったですね。でかかったですね。うん、あとこれですね。そうですね。デブリ干渉がでかかったですね。あ、そうですね。いや、ちょっとやっぱ口ほどにもなっ、ちょっと待ってください。ちょっと、いやいや、ライフ1までここで追い詰めて。いやもう俺に負けてるようじゃ大変ですよ、この先。今回の負けは僕にとってはマイナスではなく、はい、全身の負けですね、やっぱり。本当ですか。勉強になりました。ちょっと勉強していただいて、すいません、頑張ってもらって。気持ちをちょっと切り替えさせていただいて。初心忘るべからず。はい、ね。本当にあの時の自分を忘れません。本当ですよね。ありがとうございます。またね、あの成長したら相手してあげる。ありがとうございます。またぜひ、アルティメットトリガー、ロックオン、聞かせてください。いや、恥ずかしかったな、あれ。あれだけやりたくなかった。この後、うすいさんがなんか甘いものを買ってきてくれるみたいです。ごきげんよう。ごきげんよう。契約宴会第3章暴薬が11月25日に発売予定です。あ、来ます、来ます、来た、来た。さあ、本日はその中から緑の XV レアのスピリットをご紹介したいと思います。それがこちら、キングタウロス対抗 XV です。いやー、かっこいい。ついに待ってた、愛してる。はい、さあ、こちらは今回登場する契約スピリット、プチランプを中心にした壁契約デッキと相性のいいカードとなっておりまして、召喚時にカウント2につき1個コアブーストでき、その後デッキから召喚していた時はさらに3個コアブーストが可能となっております。さらに、さらに、オリジナルのキングタウロス対抗の面影を残しつつ、今の時代に合わせてカウントを参照してコアを増やすようになっていますね。まあ、5個という上限ありますが、スピリットに置くのと違ってカウントは増やしたら増やしただけリターンが約束されますので、使いやすくなっているのではないでしょうか。いや、いいですね、これ。あの採点放送の コア3個っていうのがまたいい味出してますよね。あ、そうですよね。また契約スピリットのプチランプはアタック時効果でカウントを参照してデッキを上からオープンし、系統壁ラインを持つカードを1コスト支払って召喚か配置をすることができますので、プチランプの効果で召喚できれば一気に大量のコアブーストが可能となっております。なるほど、はい、カウントが溜まっていないゲーム序盤にデッキから召喚された時にはコア3個が増加の最低保証になりますので、そこも使い勝手が良さそうですね。いや、いいな。はい、レベル2からのアタック時効果はブロックされれば相手のライフを2個トラッシュへ置き、ブロックされなかったらダブルシンボルと、これまた強力な効果となっております。どちらにせよ、ね、2点持ってくぞっていう強い意志感じますね。そういうことですね。確かに、はい、さらに大量にコアブーストしてレベル3にできればブレイブ中のアタック時に相手のフラッシュタイミングを行えなくすることができます。はい、リバイバルと比べてソウルコアを必要としなくなったんで、これ降臨と相性が良くなったのが嬉しいですね。そうですね、はい、リバイバル相当強かったんですけど、この XV も相当強いスピリットとなっております。さあ、もうキングタウロス対抗といえば薄井さん、はい、いかがですか、このカード。いや、もう語るんでしたらもう1時間2時間あっても足りないくらいなんですけども、こうレベル3のね、あの合体アタック時、こう倒すじゃないですか、相手はフラッシュタイミングが使えないんですね。はい、その時にフラッシュタイミング以外で何かございますかっていうこの言葉、気
キングタウロスでしか言えないんですよ。何かあるかな。そう、ほぼないんです。何かありますかっていう確認は入れるんですけども、うん、このほぼないですよねっていうこうドヤ顔しながら聞くこのフラッシュタイミングが使えないっていうことをね、どれだけ強いかぜひ実感していただきたいと思います。いや、いいですね。もう性格の奥底にあるどす黒いものが垣間見えてよろしいでございますね。ありがとうございます。契約編回第3章大役は1パック9枚入り税込み330円、11月25日土曜日に発売予定です。皆さんぜひゲットしてくださいね。